フィリア、このフィールドは一体何なんだ？ここはホローエリアと呼ばれているらしいわ。ホローエリア？あんたはどうやってここに来たのか覚えている？ダンジョン探索中、光に包まれたと思ったら突然このフィールドに転送されたんだ。回廊結晶のコリドーに似ていた気がする。突然転送されたか。だったら私とほとんど同じ。ただ違うのはその手に浮かんでいる文様。フィリオにはないんだな。ええ、というかここでそんな文様があるプレイヤーなんて見たことない。え、ここにはフィリア以外にもプレイヤーがいるのか？ええ、でも少しおかしなところがあるというか。おかしなところ？説明が難しいの。実際に会って確かめた方がいい。わかった、そうしよう。で、俺たちが今向かっているのはどこなんだ？ほら、あそこに見えるでしょ？ああ、あの球体か。中に入ったことはあるのか？いいえ、入れないの。でも、あんたがいれば、はい、その文様と同じものが描かれていたから。文様が浮かんできたのはスカルリーパーを倒したことがきっかけのようだけど。でも私には文様が出なかった。あんたの取っているスキルに。こんなことが起きるスキルなんて聞いたことがないぞ。規定の時間に達しました。これより適性テストを開始します。いきなり何？なんだこのアナウンスは。規定の時間、適性テスト。おい、私に聞かれても困る。適性テストとか言ってたよな。私も確かにそう聞こえた。なんだか知らないけど面白いじゃないか。ここを突破してテストに合格すればいいんだろ。あんた、こんな時によくそんな前向きになれるわね。この状況でテストとやらを回避できると思うか？それに未知のフィールドにはやっぱりワクワクしちゃうんだよな。どうやらお人よしじゃなくてバカの方だったみたい。私はずっと悩んでいたのに。ん？なんか言ったか？何でも。とはいえ俺はこのエリアについて何の情報も持っていない。フィリア、とりあえず周辺エリアで今まで戦った敵のデータを全部くれないか。それと状態異常やトラップなんかの傾向も。分かったから、一度にいろいろ聞かないで分かんなくなる。
Thank you.
リアを確認しました。承認フェーズを終了します。承認フェーズ。また出た、このアナウンス。ねえ、どうしたの？いや、ごめん。ちょっと考えてたんだ。何を？ホローエリアのことをさ。テストだとか、承認フェーズだとか、気になる単語が出てきたから。それで、何かわかった？いや、いくつかの仮説はあるけど、どれも決め手に欠けているから、もう少し情報を集めてみないと。そう。なんだよ、不満そうな。だって、私がずっと調べてても、わからなかったのにさ。ここに来て数時間のあんたが謎を解いちゃったら、悔しいに決まってるでしょ。いや、まだ解いたわけじゃん。ああ、これじゃあトレジャーハンターの名が廃るわ。トレジャーハンター？まあ、自称だけど、SAO には職業ってないし、モンスターと戦ったり、クエストクリアしたりするより、ダンジョンに潜ってお宝を見つける方が、私には向いてると思ってるから、それが、生き残るために重要なアイテムであること多いしね。だからトレジャーハンターになることにしたの。そうか。でも危険じゃないか。ソロでの戦闘はただでさえ。大丈夫よ。トラップ対策から索敵スキルはマスタークラスだから。それはすごいな。特に得意なのは鍵開けスキル。私に開けられない宝箱はないね。どんな強いモンスターが守っている宝箱でも、隠蔽スキルで気づかれずに開ける自信があるわ。へえ、頼もしいな。機会があったら見せてくれるか？まあ、いつまであんたと一緒にいるかわからないけど、その時が来たら期待していいわ。さーてと、ちょっと順番が変わったけど、この先に例の転送装置があるわ。ここを抜けると。確かにこの文様と同じだね。見間違いじゃないでしょ。ここが球体の入り口だと思う。ねえ、試してくれる？わかった、これでいいか。多分、ほら、文様が光ってる。どうやらフィリアの考えが当たっていたみたいだ。さすがトレジャーハンターだ。私も球体の中に何があるのか知らないんだけど、きっとこの先にはホローエリアの秘密があると思う。ああ、見るからに怪しそうだしな。俺もそう思う。ねえ、私も行っていい？当たり前だろ。一緒に行こう。
これって天衣門かも。ちょっと見た目が違うけど。間違いないな。よかったなフィリア、ここから出られるぞ。出られるか。よかったね。